九間小中学校は東京都八王子市間町にある公立の小中一貫校。読み方は縦小中学校である。八王子市南部の丘陵地に位置し、大規模団地である館が丘団地の中に所在する。九間小学校と九間中学校の運営主体を統合し、一本化させることにより、2011年市内3番目の小中一貫校として開校した。 学校運営としては統合されたものの、休館賞、休館中が廃止されたわけではなく、2021年現在まで、館賞は、小学部、館中は、中学部としてその歴史は継続している。現に館賞、館中の交渉や校歌は現在でも、学校行事などで使われている。また、小中学校としての愛称期、愛称化も存在している。校舎は、休館賞を、 本校舎として、休館中を、文校舎として使用している。文校舎は主に中学部の実技科目や、部活動、学校行事の目的で使用される。児童、生徒数が、小中合わせても200人以下という小規模校である。これは、学区内である館が、丘団地の少子高齢化に起因するほか、学校選択制により、本来の学区内に在住する児童、 生徒が学区外の学校へ通学するケースの多さによるものである。学校周辺は豊かな自然に囲まれているが、同時に大規模団地や病院、大学のキャンパスが所在するなど開発も進んでいる。過去に二度ドラマの撮影地として本校舎が使用されたことがある。一つは2008年放送の斉藤さんもう一つは2011年放送の花若の4姉妹であり、 いずれも、水木有沙の主演作品である。小中学校としての統括校長が一人、存在し、それを補佐する副校長が小学部、中学部それぞれに存在する。一方の旧度の入り小学校の校舎は、現在八王子市立高尾山学園になっている。 八王子市立小中学校通学区域図 h t t p s w w w c i t y h a c h i o j i y o j p k u r a s h i y o i k u 0 0 3 0 1 a 0 0 4 0 0 5 3 5 6 d f i l 通学区域全 pdx 八王子市立小中学校 通学区域図、https. コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.she.hi-o.ji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 。東京、ドット、jp、スラッシュ、kursa-hi。スラッシュ、kyoik、u、スラッシュ、レレ、サン、スラッシュ、レレ、イレレ、スラッシュ、レレ、レレ、ヨスラッシュ、ピレレ、ゴ、サン、コ、ロ、ク、フィル。通学区域全、pdf。通学区域一覧。 小学校学校別八王子市。ありがとうございます。